すごい表層で食べに来ますね。まあこちらはね温度取ってないんですけどね、1日2回とかね。でも一気にやりすぎるとね、春はね要注意な時期で、調子に乗って食わせるとね、バタバタとね腰になっちゃうんでね、病原菌もはびこってくるので、春はね、錦鯉が活気づく時期ではあるんですけども、病原菌もね活気づいたりね、いろんな水温が上がると同時で寄生虫とか虫とかも、活気づくんでね、やっぱり消毒したりする必要があります。まあ傷ついたりね、鱗が立ったりとか、穴あき菌がまあいるとこでしたらね、まあそれでね、苦労するっていう方も春先が多いので、要注意ですね。まあ穴あき病でね、薬とかしてくださいってね言うんですけどね、まあどんな薬をね投与したらいいか分かんない、あとまあ専門的な薬だったりね、入手が困難な薬とか、多数ありますし、まあ初歩的に誰でもねできるようなを考えてね、まあこの YouTube でねお伝えできればなと、まあ日々ね考えてるんですけども、まあ何せね薬関係とかね、水産関係の薬とかデリケートな部分ですので、まあね大手を振ってね、こうですよとかねこうだよって言えない部分もあるんですけども、まあ誰でも簡単にできてね、まあ安全な方法をねまあお伝えできればなと思いますのでね。水温が冷たくて鱗が立ったりね、まあ栗鱗って言ってね鱗が立ったり、いわゆる松笠病って言われるね、松ぼっくりみたいなね状態になったりとか、その鱗がね潰れて、赤く化膿してる場合は、脇腹とかねお腹とかヒレとかもバサバサになってね、穴あきっていうね、症状も、春先になると要注意なんですけども、まあ全体的に健康的なんですけど、1匹だけねちょっと怪しいのがいたんで、穴あきかどうかはちょっとわからないんですけども、錦鯉ってね意外とすぐね、そういうようなね皮膚の異常とかねトラブルが、早めに処置してあげることによって綺麗に治るので、そこら辺をね見逃さないようにしてあげてください。違った、どれだったかな、一匹ちょっと脇腹怪しいやついたんですよね。はい、冬越してね、まあ穴あきではないですねこれ、まあ少しね、鱗が立ったような状態、ひどくはないですね。この程度でしたらね綺麗に治りますね。よくあるね鱗が立った状態、温度水温が高いで、これ黒いのは藻がね繁殖した状態なんですけど、あ、これは綺麗にな簡単ですね。これよりねひどくなって穴あきって言ってね、これよりひどいとねもう内臓が見えるくらいだったりね、尻尾がなくなったりとか、あと新穴あき病ってね言って、あ、違うね、病原体だと思われる口の周りがねただれて、こういうところね口の周りとかが赤く化膿してそこが溶けてね口全体がなくなったりとかするものもいます。この程度でしたらね軽い穴あきとはね呼べない程度のね濃いですね。でここにこれをね、治療していきたいと思います。まずは麻酔ですね。はい、ここね、全然これですとね綺麗に治っちゃうの、綺麗に治るね、まあ穴あきっていうほどのね病気ではないんですけど、
こういうのね、お腹とかね、口とかこういうところとか、ね、尻尾とかが、ただれてなくなっちゃうのね。まあ最悪の場合骨まで見えたりとか、あと内臓がね半分見え出したりとかするひどい病気なんですけども、まあどんな小屋さんでもね、錦鯉のね仕事に携わっている関係者の方でしたら、穴開きって言ったら抗生物質のね注射とか、あと餌に混ぜて、食べさせたりとか、餌に混ぜさせて食べさせるっていうのは餌を食べてない時期に投与するっていうことが難しいので、まあ小屋さんでしたらね直接まあお注射の方をねするんですけども、一般的に飼われている人でね、錦鯉のね一般的に飼われている人にそこまでね、するっていうのは難しいですし、まあお薬も手に入れるっていうことが難しいので、今回は誰でもね、できる市販薬の、まあ薬局とかドラッグストアとかでね、簡単に手に入る薬でなんとかできないかとね、まあ考えた結果、こちらのねこちらの薬買ってきました。これですね。まあ製品名はねテラマイシンっていうね、軟膏なんですけども、名前が違ってねいろんな薬出てます。で中の成分がオキシテトラサイクリン、塩酸塩ですね。オキシトラサイクリン、塩酸塩 30g、まあ、そちらのが入ってて、あともう一つの抗生物質って詳しくないのでね、そちらは分かんないですけど、ポリミキシン B 硫酸塩、1万単位とに、よく分かんないですポリミキシン B 硫酸塩、まあ、そちらはちょっとよく分かんないんですけども、もう一つの抗生剤としてオキシテトラサイクリン硫酸塩、まあ 30mg、 1g 中に 30mg 配合、まあ、こちらの薬をね、薬局から、まあ、薬局っていうかドラッグストアでね、ここでも買える、市販薬ですので、まあ人間でいうとね、皮膚が化膿したりね、鼻にね出来物できたりとか、面腸ですね、そういうのに、使う薬です。まあ、抗生物質でね中途半端に塗るとその抗生物質にね、まあ、耐性ができちゃって、次ね調子悪くなったら治らないね、治らないっていうことがあるので、抗生物質のね、薬を投与したりとか、まあ、注射とか餌でもそうですけど、中途半端にやるっていうのが一番良くないので、やるんだったらしっかり治るまで、投与する塗る、そういうことが大事になってきます。で今回ね、穴あきっていうほどの穴あきじゃないんですけども、まあ、穴あきにねあったりとか、まあどこのね自然界でも、どこの沼とかでも、泥とかね、ヘドロの中とか、そういうのにねエロモナス菌っていうね細菌がいて、まあそれが悪さしてね体調を崩しやすいね、弱った時とかに、一気にね増殖して、まあ穴あき菌がね爆発的に池全体にね、蔓延したりとか、まあ冬とか水温が低い時はねどうしても体調を崩しやすい時期ではあるので、そういう時を狙ってね、一気に増殖するっていうこともありますし、どうかね虫とかそういうふうなに、寄生されたりとか、そういうふうなところから、一気に広がったりとかね、そういうふうなことも考えられますので、そういうのもね早めの対処することが大事です。2年前くらいに、この薬効きますよって言ってね、イソジンね、ホビオン用土でしたっけ、ホビオン用土イソジン液ね、動画にしたらね結構な反響あって、皆さんね、イソジン買ってきましたとか、イソジンとりあえず塗ってきますとか、あとまあ他の YouTube のチャンネルの方でもイソジンの動画とかをね、撮られたりとかするようになったので、まあそれもまあイソジンもね声の薬として浸透してきたのかなって思うんですけども、まあイソジンねしてくださいって、動画で言ってましたけど、 YouTube で伝えられる最低限のね処方がイソジンで、本来でしたらもっとね強い薬いっぱいあるんで、そこに携わっている方が治す場合はイソジンね、まあ使うのはね本当処方のね使うのであって、YouTube とか動画でお伝えできるのがまあイソジンっていうことだったのでお伝え したまでの話で、抗生剤ね市販で販売されている抗生剤ですので、誰でもね簡単に手に入るものですね、それをね、使って治ったら
まあ錦鯉ライフがね、とってもね楽しくなるかと思います。錦鯉と病気っていうのは、飼育している以上で、切っても切り離せないとっても重要なことですので、その病気とかね体調が悪かったり、あと餌の食わせ方でも、体調を壊して病気になったりとか、エラ腐れになったりとか、大切な鯉をね、鑑賞価値をなくしてしまったりとか、そのようなことがね起きないように、この楽しい錦鯉ライフをね楽しんでもらうために、そういうのはね私の知識をね惜しまないでお伝えしておりますので、チャンネルの方でね、チャンネル登録していただいてね、楽しいね錦鯉ライフをね送ってみてください。いろんなメーカーから多分出てると思うので、これだけじゃなくてね、薬局とか、まあ、この薬もそんなにね、強く作られてない薬だと思うので、薬局から処方される薬とかそういうのでね、もっと強いの薬だったりとかあるんですけども、まあ一番ねこれが手に入りやすいということで、これで処方してみたいと思いますのでね。はい、寝てみましたね。大きな鯉に限ってはね、麻酔をしっかりかけないと、ダメですので、でこれはねこうかな、はいはい、取ってみましたね。でまあこんなにね必要ないですけども、まあ見るためにね、で患部に塗るんですけども、ここ一回イソジンをかけてからまた拭いてね、イソジンって浸透力があって内部までね入ってってくれるんですよ。パッと入れると全体に広がって、ですごいね使いやすいんですけども、やっぱりね殺菌だけになっちゃうんですよね。これはね、抗生剤なので、まあ塗り込んであげます。こうやってね塗り塗りで、奥まで中できるだけ中に入るように、で水が溜まってたりね、そのねぬめりがなくなったところに、苔とかがね生えたりするので、そういうのはね、まあ先の尖ったハサミとか切ったりとか、切ってあげると、藻がついてるところを切ってあげると香りが早いです。で水が溜まってて、可能しているところは絞ってあげてね、潰してあげて水を出してあげると、それもねまた治り早いです。はい、でこうやって戻してあげますね。はい、たったこれだけ。はい、次の日ですね、どんな感じになってますかね。体調の方は合いますね。治りそうですね。まあ、次の日なんでね、大きくはね治ってないですけれども、1週間ぐらいしたら綺麗に治りそうです。穴あきの中でね、新穴あき病って言って、口にね出る穴あきと先ほどのお腹に出る穴あきでは違うね細菌が関係していると、まあ、私なりに思ってますので、口に出る方の穴あきはとても厄介というか感染力が強くて、えぐる力も強いし、あまりひどいような穴あきですね。もう内臓まで見えるっていうのは、まあかわいそうですけど、まあ早めに、まあ取ってあげてね、動画とかね、YouTube ではね、お伝えしにくいですけど、まあそこまでね、なった内臓まで見えたりとか、骨まで見えたっていうものは、隔離して飼っててもいいんでしょうけど、まあなかなかね、それが完全に治ったりとか、まあ遅から早からね、星になっちゃうと思うので、まあ内臓まで見れてる、骨まで見れてる、がっつり口の周りがなくなっちゃってるっていう場合は、安楽他避をね、してもらった方がその子のねためだと思いますし、まあ、そういうのをね、まあ先ほども言ったんですけど、その、まあ、口に出てる、穴あきと、お腹に出る穴あきは また違う細菌が関係していると思われますので、口に出てるものが厄介、脇腹に出るのは、1週間ぐらいすればもう分かんなくなるくらい綺麗にねすぐ治りますし、まあ穴あきではないのかもしれないですね。搭載魚をね過密飼育して飼ってるとよく、脇腹を痛めた、さっきみたいにね脇腹をなる鯉が、まあどこのね鯉屋さんとか業者行ってもいますので、穴あきの菌が入ったっていうわけじゃなくて、まあ雑菌とかねぶつかったりとか、よくね、沼とかにいる、細菌とか何かね、そういうような、
まあしつこくないようなね細菌が何か悪さして、なっているっていうことも考えられます。鱗1枚立ったりとかね、してもプチュってね潰してあげると1日とか2日ぐらいでね、全く分かんないようなね、正常な体になってますので、木みたいなのは、穴あきじゃないのかも知れないですけど、なかなかそこら辺もね分かんないので、陰菌とかね、痒くなる病気とかいろいろあるんですけど、まあ出すのはね、新生細菌とかにね、薬で、まあ、抗生剤だったりとかね、全く声も同じでその薬を塗っとけば、治りが早いです。ただ業者の場合は、それにプラスアルファしてまた違う処方をします。それにプラスアルファして、すぐ治せますので、もしね高級な声が自宅にいて自分でできるっていう場合はね、しても最初にしてもらって、それでもね、治らない場合もあります。でそういう場合は本当のね、プロの方に、聞いてみてください。また違った裏技とかありますので、 YouTube はねお伝えできる内容がね限られてますので、全部をね YouTube で言ってることを鵜呑みにしてそればっかりをしているってなると治りも遅くなるので、やっぱプロにはね叶いませんので、そういうふうな方に聞いてみて、治す方法を知ってみてください。でそれだけでね、まあ何十万何百万ね、世の中にはね何千万ね、払ってきた声がね一瞬でね鑑賞価値をね、なくすのでね、本当ね聞いて声屋さんとか獣医師さんとかにね、ちょっとお支払いする金額なんてね、声を買った金額に比べれば、安いもんですので、ね、そこら辺をねケチると後々痛い目ありますね。そういう風にね調子が悪くなっちゃうと錦鯉ライフもね面白くなくなっちゃいますので、そこら辺ね、もしね不安だなっていう方いましたら聞いてみてね、ください。それではねまたさよなら。